ピグパのスーザン・ボイルは誰？歌うまお選手権！イエーイ！今日も自慢の歌声を持った方々8名に集まっていただきました。左チーム、右チームに分かれてチーム戦で歌っていただきます。では右チーム、左チーム先行後攻じゃんけんしていただきます。最初はグー！じゃんけんぽい！おー、むいちゃんが勝ちましたね。先攻高校もしくはチームが選べます。どちらにしますか？高校で。かしこまりました。では猫くんはね、右チームか左チーム選べます。どちらにしますか？猫くん右チーム、左チーム、どっちにする？右で。かしこまりました。では、対戦よろしくお願いいたします。選手先生。私たち、選手一同は、スポーツマンシップに乗っ取って、頑張ります。よろしくお願いします。では、右チーム、どなたを指名しますか？夜間さんで。さあ、夜間さん、何を歌っていただけますか？ホムラ。では、3番さん、歌っていただきましょう。お願いします。僕たちは、燃え盛る、旅の途中で、出会い手を取り添えて離した未来のために夢が一つ叶うたび僕は君を燃えたる強くありたいと願いなれたかと言うとなむがね。ありがとうピグバ界のビヨンセかな。では左チーム誰を指名しますか？歌いたい人いますか？さあ左チーム歌いたい人いるかな。2番のミナトさんお願いします。さあミナトさん何歌っていただけますか？明け星。かしこまりました。歌っていただきましょう。お願いします。暗い空には明け星が未来をどうしても察して動かないから優しく誘う気の輪に手を振って僕らは泣いた。また走り出すため迷っても嘆いても命は明るい方へ手を伸ばすから光を祈り空高く歌声せめて君に届くように。ありがとう。優しい歌声でしたね。明け星ってもともと何の歌だったんですか？僕初めて聞いた。鬼滅の刃の歌なんだ、2期の。ありがとう。確かに鬼滅の刃の世界観が感じられましたね。ありがとうございました。右チーム、どなたを指名していただけますか？猫くん猫くん、ひなこで。何番さんですか？1番さんです。1番さん指名。猫くんはね、3番、4番、7番、8番さんね、チーム。それ、裏切り行為になっちゃうから。右側ね、花一問目みたいになっちゃうから。仕切り直して、どなたを指名しますか？4番で。さあ、4番さん。何を歌っていただきますでしょうか？ルーマン、お願いします。愛を頂戴感じね、そう、たった声変わらせ。全然わからない。バッテン暗いとくる精神臓で、たった声変わらせ。正解なんて迷えばいでしょ。たえば、あっ、やべ。大丈夫。やばくない。大丈夫。みんな聞いてる。やばくない、うん、全然やばくない。もうなんか、感じ。大丈夫だ。左チーム、どなたが歌っていただけますか？じゃあ、6番さんお願いします。さあ、6番さん、何を歌っていただけますか？題名ちょっと忘れちゃったんですけど、プロミスシンデレラっていうドラマの主題歌歌います。では、6番さん、お願いします。世間はいつも愛で恋だ。それもいいけど、自分をね、ちゃんと抱きしめてたよね。いつか履けなかった。カラスの靴、今をまた、私手を取りそうくなってぶつかって不器用なステップで近づけば I love you。 ありがとうございました。可愛い歌声でしたね、6番さん。ありがとう。右チーム、どうするなんで俺の後ろに隠れてんの猫くんどうする？8番で。8番さん。米津玄師さんのレモンを歌いたいです。では、8番さんに歌っていただきましょう。お願いします。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。
雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。ありがとうございました。8番さんの光っていうのは僕なのかな。むいちゃん、どなた指名しますか。はい、一番さんで。一番さん、なぜか笑っております。何を歌っていただけますか。ブーっていう曲を歌います。一番さん、歌っていただきましょう。お願いします。ねえちょっとだけどうだい、もう一口だけどうだいなんて、あまりにも都合が良すぎじゃないの。飽きちゃったらいらない、残っちゃったらごめんなさいって、君のせいかし。ありがとう。一番さん、ねえちょっとだけちょうだい、ねえちょっとだけちょうだい。次じゃあ2番さん行きましょうか。どなたを指名しますか。7番さんで。さあラスト7番さん、何歌っていただけますか。ナイバイタリティで。かしこまりました。7番さん歌っていただきましょう。お願いします。待って、かしこまりました。今なんか準備してるのかな。マイクチェックかな。マイクチェック、ワンツーワンツー。7番さん、どんな歌声聞かせてくれるのかな。いきます、お願いします。ないないないバリティ、何もできんから大惨事、ガイドないもん、何にもないもん、はいもうめんどくさい、オーバーな心配し、空回る心配し、明日やろうはバカやろうとか言ってる方がバカなんだもん。ありがとうございました。あ、これピーマル様の歌なんですね。今シルブプレジデントとかより今この歌の方が流行ってるのかな。俺も明日やろうってよく言うからさ、明日やろうはバカやろうって言われるんだね。でもそういうことを言う人がバカやろうだと、なんか元気づけられます。7番さんにありがとうございました。言ってる方がバカなんだもん。そうだよね、バカっていう方がバカだよね。ありがとう。ではラスト、むいちゃん、締めお願いできますか。最後5番さん、お願いします。さあ何歌っていただきますか。ゆうりさんのドライフラワーで。あ、いいですね。知ってると思うんで。僕知ってます。5番さん、お願いします。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの、ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色あせる。すごいね、今そこに命があったかのように5番さんの歌声は生きてる。枯れちゃなんかいない。ドライフラワーではなくライフドラワー。みんなの発表が終わりました。観覧者の方は右チーム左チーム、どちらかいいと思った方に投票をお願いします。投票タイムが終わりました。今回優勝したチームは、てれれ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 、左チームです。おめでとうございます。パチ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 、左チームおめでとうございます。今回の歌うま王選手権、カオスすぎるやんけ。